なんだこのおっさんの人形。メキシコをイメージしてんだろ。ここはタコス屋だからな。俺結構好きなんだよ、たらふく食いてえな。マジか。うまいかもしれんが、それだけ食い続けるのは辛くないか。居酒屋のお通しならわかるけどさ。お前須田子と勘違いしてねえか。どちらまで行かれますか。そうですか。気に入らない。何見てるんですか。相手にならないんじゃない。私の番です。ほら来いよ。なめるな。かかってきなよ。来い。逃げるなら今のうちだ。やってみろ。何するかな。見せてやるよ。安全だな。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え？何が？あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか？実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ。あいつなら襲われても追い返すぜきっと。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。やだ。あのよ。あれ？忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか。いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない。ありがとう。そういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を間借りしてんだ。知らなかった。友人町にこんな場所があるなんて。おう、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよおばちゃん。おや、そうかい。うん、私はね、こいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。そういう関係なんだよね。うん、さっちゃん大丈夫か、そんなこと言って。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん、全力で頑張らせてもらうぜ。ちょっと。マジか。ねえ。何か言いたいことでもぶっ殺してやるよ。し、めんな。どうした？こいつだ。ほら来いよ。早く。俺の番だな。はい、どうも。ってか。春日さん、特上寿司よりは持ってきてくれたかな。ほらよ、これでいいんだろ。おお、確かに特上寿司よりだ。まさかザリガニ一匹のために本当に買ってくれたわ。ほれ、約束のナンシーだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。煮も焼きもしねえよじゃあ俺は行くぜ。ナンシー、食わないでくれてありがとな。寿司は早めに食えよ。おう、またのよろしくな、ナンシー。おう、ありがとうございます。ありがとうございます。いや。柿の実は無事だな。この間は力士がぶつかり稽古していて危うく実が落ちるところだったが、さすがにもう大丈夫か。なんだ風に流されたか。だが今度は外さねえ。その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。でも結構な威力だなこれ。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止めねえと柿の実が蜂の巣になっちまう。おい、柿を撃つのをやめろ。あ？なんだお前。ああ、さっきターゲットの近くで踊ってた野郎か。あれは踊ってたんじゃなくて、お前の流れ弾が当たって痛がってたんだよ。そうか、それはすまなかったな。だがもう大丈夫だ。次こそは必ず柿を仕留める。待て、仕留めんじゃねえ。つかお前、柿なんか撃って何がしたいんだよ。別にあの柿に恨みがあるわけじゃない。ちょっと試したかっただけだ。試す？俺は大のミリタリーファンでな、このスナイパーライフルも海外から輸入したもので今日届いたんだ。どうだ、かっこいいだろ。ボルトアクション好きにはたまらねえ一品よ。性能だって本格仕様で文句なしさ。スチール製のシリンダーだから耐久性も抜群。トリガーフィーリングもリアルな再現がされて、とにかくこいつで試し撃ちをしようと思ってよ。ターゲットを探していたらちょうどいいところに柿があってな。なるほど、それであの柿を狙ってたのか。だが悪いんだけどよ、その狙うやつ変えてもらえねえか。何？あの柿はちょっとまずいんだよ。病気の女の子があれを。断るね。一流のスナイパーは狙った獲物を変えなどしない。俺はこの連れ添った相棒で奴を確実に仕留めるぜ。今日通販で届いたモデルガンだろ。どうしても撃たせたくないなら先にお前をターゲットにしてやるぜ。やっちゃうよ。よし、行くぞ。ほら、私またいい女女になっちゃった？Oh.よう、足立さん。おう、春日、一緒に飲もうぜ。今日は俺がおごってやるよ。お、珍しく景気がいいじゃねえか。今月の送金も無事に終わったからな。マスター、とびきりうまくて驚くほど安い酒くれよ。無事に高志君に送金できてよかったな。それに今日はこいつが届いてよ。たかしからの手紙だ。これが月に一度の俺の楽しみでな。おお、よかったな。もう読んだのか？いや、これから開けるとこだ。司法試験合格の知らせが書いてありゃいいけどな。早速読んでみようぜ。山田様へ、今月もお金を送っていただき本当にありがとうございます。笑うところか？山田さんって名前がな。仕方ねえだろう。俺は資産家の山田を名乗ってんだから。ほら、続き読むぞ。僕は今年の司法試験を間近に控え、慌ただしい日々を過ごしております。だってよ。司法試験はこれからなのか。今年こそは頼むぞ、高志。続きはなんて？突然ですが、山田さんにご相談があります。先日僕が自転車に乗っている際、止まっていた車のバンパーをこすってしまいました。それはとても高級な車らしく、車のオーナーから100万円の修理費を請求されました。今の僕にとてもそんなお金は用意できません。山田さん、どうか貸していただけないでしょうか。弁護士になった暁には必ず返します。だってよ。っておい、どういうことだこれ。バンパー修理に100万？俺に100万なんてあるわけねえだろ。そもそも気軽に貸してくださいなんて額じゃねえぞ。なこと言っても、たかし君は足立さんを資産家だと思ってんだろ。そりゃそうだけど、現実の俺は金なんてねえしよ。どうすりゃいいんだ俺は。こうなりゃ気合い入れて稼ぐしかねえな。そうだな。だが100万はちょっとやそっとじゃたまらねえぞ。そこを気合でやり遂げるんだよ。熱い思いは十分伝わったが根性論にも限界があるしな。100万円か。どうしたものか。ん？あれ？どうした？ちょっと冷静に考えてみろよ。バンパーの修理に100万ってのはいくらなんでも高すぎると思わねえか？確かに安い軽自動車が買えちまうな。ひょっとするとこいつは詐欺の可能性もあるぜ。詐欺？なあ、わざと狭い路地に車を止めて誰かがこするのを待つんだ。そんで言いがかりをつけて金を踏んだくると。確かにありえるな。高志は勉強ばかりして世間知らずなところがあんだ。車のことなんて何にも知らねえだろうしな。そこでだ、足立さんが車のオーナーに直接会うってのはどうだ？示談交渉って名目だよ。なるほどな。そんで相手が詐欺だったらこっちのもんだ。力ずくで修理費を取り下げさせてやるぜ。春日に相談して正解だな。サンキュー。いいってことよ。早速高志に手紙を書いてオーナーの連絡先を教えてもらうよ。なんとか大ごとにならずに済みそうだ。でも完全に安心するには早いぜ。なんでだよ。世の中には信じられねえくらい高い車もある。高級スポーツカーの限定モデルなんかには何億って金額のやつもな。もしも高志くんがこすった車がそんなのだったらバンパーだけで100万円ってのも詐欺じゃねえかも。待て待て待て、そんな車めったに見るもんじゃねえ。絶対詐欺だ、間違いねえ。あんまり楽観的に考えるなって話だよ。楽観的？ポジティブ思考って言えよ。さあ、嫌なことは酒を飲んで忘れるぜ。マスター、強めの酒をくれよ。つけで頼むよ。大丈夫か？何番？おう、1番。いいとこに来てくれた。実は悩み事があってよ。話だけでも聞いてくれるか？リンリンリン、お悩み相談室。なんだそれ。春日一番お悩み相談室のテーマソングだ。些細なトラブルから人生の悩みまで電話一本でまるっと解決ってな。今まで誰か電話してきたことあんのかよ。難波が記念すべき初めての相談者だよ。そいつは光栄だね。で、なんだい悩み事って。絶対に誰にも言わねえでくれよ。なあ、約束するよ。いや、実は昨夜なかなか寝つけなくてよ。ここで一杯引っ掛けようと思ったんだ。だけど夜も更けててマスターの姿がね。店には俺一人だ。そこで俺は勝手にカウンターに入って一杯拝借しようとしたわけだ。金は後日マスターに払えば問題ないと思ってな。そしたらカウンターの奥にレジェンドモルトのボトルがあるじゃねえか。レジェンドモルト？伝説の超高級ウイスキーだよ。グラス一杯1万円はくだらねえ。マジか。当然俺なんかグラスどころかショットも飲めやしない。でも一滴くらいなら払えるかもしれねえと思ってな。一滴なんて売っちゃくれねえだろ。そうだけどマスターがいねえのをいいことに俺は一滴だけ味見したんだ。手のひらに琥珀色のレジェンドモルトを一滴垂らしてペロリと舐める。どんな味だった？今まで飲んだどの酒もかなわねえ。濃厚な味が全身に染み渡ってお鼻からはフルーティーな香りが抜けてくんだ。まさに最高の至福だよ。生きててよかったとさえ思わせるような味さ。そんなにうめえのか。すげえな、レジェンドモルトってのは。ああ、俺はすっかり我を忘れちまってな。気づいた時にはボトルが空になってたんだ。なんだって、全部飲んじまったのか。酔った勢いでついやっちまったよ。一杯1万円もする酒をボトルごと空にしちまったんだ。マスターにはなんて言えるわけねえだろ。お金を請求されたって俺には到底払えねえんだ。俺はコンビニで一番安いウイスキーを買ってきてレジェンドモルトのボトルに移し替えた。じゃあ今カウンターにあるレジェンドモルトは？中身は安酒の偽物だよ。そんなのいつかバレるに決まってんだろう。分かってるよ。だから悩んでるんじゃねえか。なあ春日、こんな時お前ならどうする？もし俺だったらか。そうだな、しばらくは黙って様子を見守るかな。それじゃあ何の解決にもならねえだろう。よく考えてみろよ。一杯1万のレジェンドモルトなんてそうそうオーダーが入るもんじゃねえだろ。まあそうだな。ってことはボトルの中身がすぐバレるわけじゃねえ。ジタバタして墓穴を掘るよりじっくり考えるんだよ。落ち着いて考えりゃきっとうまい方法が見つかるはずだ。確かに言えてんな。きっとうまいことやれるチャンスが巡ってくるはずさ。オッケー、じっくり考えようぜ。やっぱお前に相談して正解だな。あらお二人さん、男二人で酒も飲まずに何の話してるのよ。まあ大した話じゃねえさ、気にすんね。そう、じゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか。今日はいつもは飲まないお酒を頼んでみようかな。ここってウイスキーも豊富なのよね。えっ、ウイスキー？あ、何？ダメ？ダメじゃねえけど、その…よし、思い切って高級なのに挑戦してみよう。まさか。マスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい？一杯1500円もするんだぜ。たまには自分へのご褒美よ。こりゃしばらくウイスキーを頼む客から目が離せねえな。間違いねえよ。